ドド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 こんにちは、ゆきおさんです。今日はですね、またちょっとね、ゆるい感じでやっていこうかなと思うんですが、いや実はね、カエルくじで当たったバジェットガエル皆さん覚えてますでしょうか。ブラックアウトの浜松町で私がカエルくじでまさかの当たったバジェットガエルのオタマジャクシがいたと思うんですね。で、その子がですね、最近ものすごいことになってまして、まぁ、ちょっと皆さんにね、報告させてもらおうかなと思います。もう目の前にね、もういるのよ、ここに。もうバタついてんのよ。ということで、イベントのカエルくじで当たったバジェットガエルのその後、どうなってるのか。お見せしたいなと思います。それでは行きましょう、どうぞ。はい、じゃあまずこちら、お迎え当初のバジェットガエルちゃんですね。サイズもね、結構小さいですよね。で、見た感じ色も透明に近いのかな。若干表面がね、ツヤっとしてて、すごいオーロラっぽくて可愛いんですけれども、まあもうほぼ色がないというか、透明に近いような色をしてるオタマジャクシですね。上から見ても下が透けるぐらい結構透明というか、お腹とかね、内臓も結構見えてるぐらいつけてますよね。はい。それが2週間後ぐらいにはどうなってるのか、行きましょう。ボン。はい。こちら2週間後の姿ですね。あれ、あの透明っぽい白っぽい妖精さんみたいな姿はどこに行ったのっていうぐらいびっくりするほど色が出ていますで、よく見るとね、これ後ろ足とあとね、エラの近くにちっちゃい前足が生えてるんですよ。ほら、すごいでしょ。いや、成長がね、まあ早くてですね、2週間でここまで来てます。びっくりですね。で、毎日こんな感じで赤虫を上から与えると、なんか日に日に目がね、どんどん良くなっていってるのかわかんないんですけど、私がこう赤虫を下ろしていくとわかるのか、こう自分で登ってきてパクって食べるんですよ。それがね、ほんと感動するところですね。はい、上から見るとこんな感じですね。まあ、あの、口の顎周りというか、そこら辺は透明さは出てるんですが、もう体の内臓とかはもう見えないぐらい色がしっかり出てきてますね。この足の太さ、そして色、大きさなど、2週間でこれぐらい大きくなったんですけれども、まあ、さらに2週間、お迎えして1ヶ月後ですね。どうなったのかということですね。はい。それでは行きましょう。1ヶ月後の姿に。ボン。はい、どうでしょうか。いや、かなり後ろ足しっかりしてませんね。そしてこの背中の色もう、これね、黒っぽくなくてね、グリーンなんですよ。もう緑の丸目タピオカガエルっていう色がもうすでに出てきているということですね。で、そして顎周りですね、顎周りもしっかり色が出てきました。もう下の色が透けて見えることはないですね。で、このなんて言うんだろう、胴体の部分、尻尾じゃない部分、お玉の部分かな、がすごく大きくなったのが分かりますか。尻尾がね、短く見えるのよね。分かります。すごい尻尾がね、短いし、それでこうやってよく手足をね、もうめちゃめちゃ動かすようになったっていうのが、もうこの2週間の成長ですかね。いや、びっくりですね、本当に。こんだけ立派な手足、そして胴体になりました。それと気づいた点としては、やっぱり上陸前になると尻尾の細胞がどんどん吸収されて死んでいくっていう作用が起こるんですが、まあ、その前兆なのか、こういう角度から見ると尻尾の縁がこうひだひだっぽくなってきた。こうしっかり縁があったのが、それがこうボコボコっとこうへこんでひだひだっぽくなってきたっていうのが、上陸前の前兆なのかなっていう感じがしますね。まあ、もう本当にお玉の部分はカエルらしい形になってるんですが、
よくよく見るとやっぱりまだねエラ呼吸をしているのが分かりますね。エラの部分が今もこうやって動いてますね。で先ほども言ったんですけど、やっぱりね視覚が良くなってきてるのか、あの目ですね、目が良くなってきてるのか、しっかり物を捉えられるような目になってきたのかなっていう感じがするんですが、まあそれがなんでかっていうと、こう手をね近づけたりとかするとそれを餌だと思って動くものとして認識できるようになったんですよ。今まではそんなことなくて口のどこまで持ってかないと赤虫をすって食べてくれなかったんですが、最近はこうやって手をね顔の近くにやると動くものとして認識してご飯だなっていう風にすぐ分かるようになってきたということで、それもすごくね成長だなっていう風に思いましたね。まあ他のカエルもそうなんですけど、やっぱり上陸直前になるとカエルってやっぱり目大きくなるんじゃないですか。あの目大きくなるのっていうのはやっぱり動くものをしっかりと認識できるように視覚を発達させるっていう意味で目が大きいっていうのが特徴なんですね。なのでかなり視覚の認識ができるようになったんじゃないかなっていうふうに思ってます。いやでもここまでしっかりね手足生えて大きくなってくれると本当に愛着が湧きますよね。めちゃめちゃ可愛いです。またさらに成長が見られたら動画にしていきたいなっていうふうに思ってるので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、いかがだったでしょうか。ちょうど1ヶ月でですね、まさかの足がしっかり生えて背中の色もかなり出てきているという状況まで、成長しました。びっくりですね。本当にやっぱりあのツノガエル系って成長が早い。もうちょっと背中の色がグリーンっぽくなって手足がしっかりとしてきたら、もうそろそろ尻尾が吸収されてエラも吸収されて上陸なのかなっていったところなので、すごくね本当にあの早い成長ぶりなんですけれども、まあでもかなり色といい形といい大きさといいもう変わりましたよね。本当にそれが私はびっくりしています。またこの子がね上陸したらご報告動画出させていただこうかなっていうふうに思ってるんで、楽しみに待っていただければなと思います。ソガレさんもどこ見ちゃってるのかわかんないんですけど今日はこんな感じの動画になります。最後まで見ていただきありがとうございました。バジェットガエル元気そうでよかったなって方はチャンネル登録グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。それ、バイバーイ。